はい、青春秘密基地アーバーです。今回はちょっとこんな仕事の格好してるんですけども、まあ、以前からちょこちょこお世話になっている男のアジトとして紹介させてもらっている岩佐さんのこのガレージの方にちょっと来てるんですけども、まあちょっと見てもらって分かると思うんですけど、この例のこの靴をなんとここでフルレストアしてもらえるということで、なかなかこれね、こう誰でも塗ればいいってもんじゃないんですけど、やっぱこう好きな方にね、やっぱりこういうの知ってらっしゃる方に、まあ FRP の素材もね熟知されている今回男のアジトの岩佐さんにね、なんとかこれ修復し綺麗にね色塗装再塗装してもらえるということで持ち込んできました。密輸してきました。こちらね、やっぱね当時のね、なるべく色に再現してもらえるということでね、ちょっとお願いするんですけど、またこのカラータイマーなんかもね、こう全てここに来ればもう全てが叶うといった夢のこのアジトなんで、ちょっとこれ見てください。これもう全て作られてますから、いやめちゃくちゃすごいですよね。これもう自分もね、あのちょこちょこお邪魔させてもらって買って見させてもらってたんですけども、ついにこれがね完成を間近ということで、これが終わればウルトラマン塗装しても問題ないよと言ってくださってて、このタイミングでちょっと持ってこないとまた次になんか作りたいものがねこうふつふつと湧き出ているということなんで、なんとも本タイミングで塗ってもらえたらなと思うんですけども、ちょっとね、ここで紹介したいと思います。岩佐さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岩佐です。これ、苦節どれぐらいでしたっけ？10ヶ月でね、これは仮面ライダーの、これ何なんで俺全く分からない。仮面ライダー、リュウキ。リュウキのロードシューター。ロードシューター。ロードシューター。ここにちょっとサンプルが。ね、このサンプルを元に、ライドシューター、うん。ライドシューターを、このね、プラモデルというか、この造形をそのまま落とし込んで、これすごいっすよね。これ一番複雑やね。仮面ライダー史上一番こう、実写化、実動化するの難しいんじゃないですか、これ形的に。実写はね、これ動かないんですよ。形だけ。あ、ハンドルも、実写は？ハンドルも切れない。あ、じゃあオリジナル以上じゃないですか。うん、CG で動かしてるから、引っ張って動かしてるだけなんですよね。あ、それを乗れるようにしたっていうやつ、ね。男の夢を叶えましたね、これは。ちょっとこれ動くとこ見せてもらっていいですか。はい。おお、これが、なんでこういう装置も作っちゃうってことですよね、だからね。いや、すごいね。これそもそも何のバイクがこれになってるんですか。チャイナ製の三輪車なんですよね。150cc っていう、これはフレーム延長、ステアリングを変更で作ってるとかなんですよね。こういうボディも全部 FRP も一から作ってるんですよね。これ型とかどうするんですか、この FRP の型は。ね、細い針金の太めのやつを骨格を作って、それからその周りにこう網を貼って、とりあえずこういうこの全部一応作る、はあはあ、それからその上に FR のガンテープで養生して、養生してで型に作っていく、型にしてファイバーを貼るって形ですよね。めちゃくちゃその工程が一番大変そうっすね。大変だよね。そうですよね、いやー、だからね、こういうことができる方なんで、これお仕事にしてもらえたらどうですか。もしやるなら青春秘密に募集しまして、こういうフルレストはされる方ぜひぜひ。なんかね、一つ作るのに、あ、同じことを2個3個やりたくないよね。あ、いや、例えばじゃあそうじゃなくて、例えばこういうのお持ちの方で、ちょっとレストはしたいんだけど、どこに出したらわからないっていう人がいれば、ここに持ち込んでくれれば、できるものならやります。そうですよね、もしどうしてもこういうもので、ね、ちょっとお困りの方がいらっしゃいましたら、ちょっと青春秘密にね、ちょっとね、ご連絡いただければ、まあ、ご無理なことが多いかもしれませんが、もしかすればね、ちょっと、もしかしたら気分が向けばですから、あるかもしれない、ね、はい、気分が向けばなんで、それはちょっとね、難しいですね。今回、たまたま本当にこれ、俺、まだ全然仕上がってないと思ってたんですよ。これで連絡したら、もうほぼ終わりだから、今だったらいいけど、また次の作品やるから、それになっちゃうと手つけれねえぞって言われちゃってるから、これやっぱ乗ってるタイミングじゃないとね、こういうのってね。いや、まさかこれ、こんなにね、綺麗な状態で仕上がってるとはもうびっくりしまして、これ本当によく作りますよね、これ一から。これが一番問題だったよね。ああ、だからこうやって、だってこう3次元で曲がってないんです。これ曲がってるよ。ってますよね。曲がってる。3次元だ、2次元だったらまあ1枚かけてこうやけど、これ見たら無理。どうやってこれ曲げてるんですか。これはね、
あの早くピザ屋のあの前なんですよ、うんうん、あのスクリーンの幅と広いのを、うん、これ5に曲げてるんですよ。あ、じゃあこっちのアールはそのままなんだ。ここは足りなくなっちゃったから、あ、これでここで足してるんですよ。本来のアイプリ、ね、1枚いきたいんだけど、うん、そうするとまたもう1枚買わなきゃいけなくなっちゃうし、だからもうこれはもう、ああ、次はみでね、うん、いやー、でもこれはこれでよしかなっていう、いやー、そういうもんかなって思ってました、うん、なんかこう、これはこれで。だからこういうプラスチックとかも扱えば FRP も当然ですし、金属の溶接から何から電気配線なんかも全部やっちゃうと思うんですよね。やるしかない、やるしかない、なかなかできないですよね。貧乏人は自分でやるしかない。いやー、確かにそうですよね。いやだからね、本当にね、お金あればね、そうですよね、全業者に頼めばいい、うんうんうん、でもそれじゃつまんないでしょ、うん、素人が作ってるところでいいところなのかなっていう。ね、それ言われると耳が痛いんですけど、それをお願いしに来てるんで今日俺もね、もちろんね、やれる場所と時間があればやりたいんですけど、なかなか、いや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 、なかなかこれだけのものをこうやってガレージがあってね、これ出動機はできないよ。できないです、だからできないから、もう今回は小物だったら自分でやってるんですけど、このサイズはさすがにちょっとでかいよね。いやー、置く場所もね、ないから、なかなか今回だけはちょっとね、お願いしようかなというところ。あと電気の配線も俺よくわかんないから、ただまあ単純ですよね、これに比べれば全然ね、もうそういった感じなんで、ちょっとねこの辺、まあこれでまた出来上がった時にはまた皆さんにもねお見せできるかと思うんですけども、やっぱりいろいろね本当にやられてる方なんで、いやーこれはどう仕上がるのも楽しみなんですけど、まあ中にもねまだいっぱいあるんで、中行きましょうか。たまには行きましょう、一応こっちの中行けば中行ったで、ちょっとまあこんな感じでね、過去の作品が、まあこれはね以前にも紹介したりもしてるんですけど、こういうのもね、それ違うよ、これはだけどあれでしょ、孫さんが遊んでたりするのね、だけどこれまたいじくるんじゃないですか、そのうち色変えたり、それまで死んじゃうんじゃないですか。でこういうのも全部作ってます。今回だからバイク生地何台目なんですか、これ自宅で作られてる。だからうちの方に、うちに1台2台3台、はい、1、2、3、4台か、4台あって、なおかつここに3台、これが今本当に行ってるんで、あ、これまた次のなんかやってるんですか、うん、仮面ライダーだ、あ、また仮面ライダー、ファイズ、あ、ファイズ、うん、あれこれ、あ、ファイズのバイクに今度やるんだ、じゃあこれが、うん、あれが終われば、ここのね、あー、やってるもん、この辺はもう、あ、やってる、もう休みなしじゃないですか。死んじゃうね、やめると。いやだからね、本当にね、好きなんだなって思う。いつ来ても夜な夜ななんかやってるんで、いつ休んでるんだろうっていう。だからこれも被れるようになるんですか、じゃあ今度これは。そうだよね、それ VC のね、こういったものも下貯めてるんで、この辺ももしかしたらそのうち被れるような状態になってくるのかもしれないですけど、本当時間が足りないですね。うん、ね、時間おー、いつ、いやいやいや、いつまで持つかな。まだ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 、まあでもこういうことやってる人は多分ね、ずっと作ってると思いますよ。作ってるうちにそのまま死んじゃうもんね。いやいや、でも誰も後継げませんよ、それ。簡単に、じゃあ俺が後は継いでやろうっていう人、なかなか。難しいよね。難しいと思う。誰でもできるってもんじゃないと思います。で、この辺もね、やっぱりいろいろコレクションがあったり、まあ本当にこのね、ガレージ、男のガレージ、なんていうのかな、もう憧れますよね。こういう広いスペースに好きなことを没頭して、まあアジトです、男のアジトとして紹介してるんですけども、まあこういうことやられてる今回ね、もう岩瀬さんの方にちょっと甘えさせていただいて、こちらのねウルトラマンをちょっとねこう託しに来たっていう、まあこれちょっと、ね、資料としていろいろ過去のいろいろ資料も持ってきながら、こんな感じでなるべく再現してほしいなというところでね、ちょっとお願いしているので、また仕上がってきた時にはね、そちらの動画の方でもまた楽しんでいただけたらなと思います。じゃあ今回、じゃあちょっとしばらく入院させますけど、よろしくお願いします。なんとか、はい、形にしましょう。ありがとうございます。当時のお宝が入っていると、ちょっと検証で今一回開けて、まあ、入ってはないとは思うけど、ただここから多分ね、あ、ビスは新しいですよ、だから止め直してるんだと思って、よくわかるね、噂見ててね。そうだよね、ビスはでも錆びてて、もう。
後ろはまだそこまでやっぱ日に焼けてない分まだ色も若干残ってるんで、正面に比べれば年数だからね。そう、もう俺よりも、ね、多分年上だよこれ。70年代前半だって書いてあったから調べたら、だからもう50年以上。あ、電池だ。乾電池？何のための乾電池？電池？ライト？ライト？だから100ボルト引っ張ってるわけじゃないんだよ。ああ、そういうこと。乾電池だ。まあ乾電池は逆に困るな。だって例えば店舗で使うときにすぐ切れちゃうじゃない。だからできればだからつきっぱなしなんだよ。それその時に押した時につくんだよってだけの。ああ、いやもうだからオープンじゃずっとつけてきてないんで。じゃなくて押した時だけつけるんだって。ああ、これがね、うん、触った時だけね。ああ、な逆にもうこれ取っちゃってもらって、むしろあの直付けの電100ボルトの電源かなんか。電池なのこれな。いや電池はやめましょうよ。電池やめましょうよ。なんで。だってこれ入れても多分つかないんじゃないですか。電池変えてもこんだけサビサビだし。そうでしょ。でも100ボルトなんか引っ張って、さらにそこら辺に引っ張って、え？ここに穴でね、こう出す。ああ、まあこっから出てもいいですけどね、最悪。こっからプランでもいいですよ。ここから直でこうカラータイマーつけてもらって、で、乾電池でいいと思うよ。いや、乾電池をやめましょうよ。ここからそれか充電式の電池ってさ、充電式？いやだってこう、ま、ほんと豆電球にしかならないじゃないですか。あの結構ちゃんとした電気入れて、ここはここにはめてもらって、ここからもう直の線でもいいですよ。コンセント挿したらつくみたいな感じだから。こういうのも全部作っていくからね、これもバイクに変わるやつ。いやだからすごい、この辺ももう当然作ってるし、いやーこの辺のね、いいよね、このバイク系の調合金もバッチリあるし、もう本当に男の趣味が詰まった、いつ来てももう素敵な空間で、いや全部やっちゃうからな、みんな一人で。いやー、あ、サンタさんあるな、俺の好きなサンタがあって、ブリキがあって、ニッパーくんがいて、旧車があって、このペコちゃんのパッケージもこれも何気に古いよね。いいでしょこれ。うん。当時のやつ。そうそう、気持ち悪いんだよね当時のやつって。うん、あ本当だ。あ本当だ、金属だ。えこれも作ってるの？これはね、もう30年、40年ぐらい前で。うん。もう完成品だよ。あ昔のキットもあってってこと？うん、これ完成品だったんだと思うけどね。ああ。で戦車もいっぱいあるし、いや本当に。なんか変わってはないですかね、その後そんなに変わってないですかね。でもなんかいろいろ買ってますね。仲間もなんかいろいろ。ああ、いや。いやいつ来ても男のロマンがびっしり詰まってて、いいのに。だから本当にね、早くレトロサロンを始めたい。あのウルトラマンをこう看板にしながら、決まる場所がなかなか決まんないんでね、ちょっと見てらっしゃる方、長野県の方でね、ちょっといい方いらっしゃったら、ぜひ物件探してます、絶賛探してます。はい、今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。